はい、スリーピースゲームスです。今回はですね、最近イラついたことがありまして、フォートナイトをしながらですね、そのイラついてきた話をしていきたいと思います。いきますよ、レッツゴー。最近ブチ切れてまして、最近電池がいいじゃないですか。それで家の近くに、公園があるんですよ。それで最近遊んでるんですよ。で、いつ毎日遊んでんですよ。そして、公園の近くのものが、車からブーンってして、ランクルで、ランクル。それで降りてして、そして、すいません。家にバルブ捨てられてんですよ。汚れてんですよ。って言われて、ちょっと切れ口ね、そして、次汚したら、弁償してもらいますからね。って言われて、何もしてないのに。汚れても何もしてない。当てても何もしてないのに。弁償してもらいますからね。ちょっとイラッとしましたんだよね。ちょっと。そして、近くに子供がいたんですよ。まさか子供がいたのおって思いまして、ファッチューだ、マジファッチューって思いました。はい、それで、二度と公園では遊んでません。じゃあ、グッバイ。まあ、簡単に言いますと、家の近くに公園があるんですね。そこの公園で3人でサッカーしてたんです。そしたら、公園の隣の家の人たちが出てきて、すいません、ボールぶつけないでもらっていいですかって私たちに言うんです。私たち一回もボールぶつけたことありません。ただサッカーはしてただけです、その公園で。で、そこの公園の隣の家の人が出てきて、いやでも茶色いシミがあるんですよ、次ぶつけたら弁償してもらいますからねって私たちに言うんです。ぶち切れて、いやだからぶつけてないです、じゃあぶつけたら言いますねって。で、その人に言ったら、次ぶつけたら弁償してもらいますからねって、もう激横なんですよね。完全に私たち濡れ衣。はぁっつって、二度とこの公園来ねえわっつって、私たちはテンション下がり気味で家に帰りましたとさ。よし、ジェジェです。ヤバな僕。よし、じゃあここからビクロイ取っていきますよ。最後の一撃。覚えた。カメハメハー。シャービクロイ。ビクロイ。